社会的地位が高く収入が高い職業といえば弁護士ですよね。弁護士となるには日本三大資格の一つ司法試験に合格しなければならず、弁護士となるには大学院を出なければいけないと思われがちですが、学歴関係なく司法試験に挑むことができます。ただ条件として予備試験というものに合格しなければならず、それが結構難易度高くて合格率 3.6% となっています。受験者は 13,004 人で、そのうち担当試験に合格したのは2829人で、今年の合格者の平均年齢は 26.6 歳で、最低が19歳、最高が66歳となっています。最低も最高もどっちもすごいですね。一応研修期間中は公務員にいた立場に置かれ、勤務時間は9時から17時。中でも日本最大手なのが西村朝日法律事務所で、新人弁護士で年収1000万円以上、10年勤めると、次のグラフが経験年数ごとの年収の推移となっています。